マインドチュッチデキはウェブベースの企業向け情報機。プログラムの実装はフロントエンド層とーで実装された a p i 層の2層にて構成されており、両者ともライセンスは GPL のフリーソフトウェアである。a p i 層はアパッチライセンスで公開されているフレームワークドリームを利用している。デキウィキやデキウィキとも表記される。開発元のマインドチュッチでは、 各種コネクタとサポートを同梱した商用バージョンを提供している。また、日本国内では、オープンソースバージョンを利用した ASP サービスなどがリリースされている。2008年5月、SOURCEFORGE.net のプロジェクトオブザマンスなどの実績を持つ。マインド中致者にて開発されたデキは当初、ミディウィッキーの拡張として開発された。 代表的な拡張機能は Wiki コンテンツの XHTML 化ワープロ感覚で編集できる WizzyWig の導入検索エンジンルシンによるページ及びファイル内の全文検索ページコンテンツの階層構造化であるこれらすべてを従来の Wiki とは異なる新しいユーザーインターフェースと共に提供した2007年7月リリースのバージョンヘイズ以降 バックエンドの処理が完全に API 化された。API 化に際して、開発言語は C を用い、すべての処理はドリーム上のサービスとして実装されている。デキが他のウィキと異なる点は、フロントエンドとバックエンドのビジネスロジックを分離して実装されていることである。フロントエンドのウェブアクセスとバックエンドのサービスは REST API を介して通信を行う。この分離により、 ウェブアーキテクチャを利用できるあらゆる開発言語によりウィキ操作が可能となる。このデキ API は Linux のものまたは Windows のネットフレームワーク上にて動作する。すべてのウィキコンテンツは XML を実装した Web サービス API として提供され各種処理は HTTP プロトコル上で処理することができる。ドリーム編集デキの API は Dream というフレームワークを利用して構築されている。Dream はネットプラットフォーム上でウェブサービスを構築するためのフレームワークで REST を採用している。デキではデフォルトのフロントエンドとして PHP によるインターフェースを提供している。このインターフェースにより w i z ウィ w i n g エディタ等のすべてのウィキ機能を利用することができる。デキ API へのその他のフロントエンドとして コネクターというインターフェースが提供されている。デスクトップコネクターでは、Windows の PC 上からエクスプローラ感覚で、ウィキページへのファイル添付操作が可能である。o u t l o o k コネクターは、Microsoft Outlook の拡張として提供されており、o u t l o o k 内のメールコンテンツ等をデキに投稿できる。直リリースのコネクターとして、Microsoft Word プラグインを現在開発中である。その他、 デキモブルという iPhone 用のインターフェースを提供している。デキモブルはオープンソースの携帯で2008年9月にリリースされた。デキではウィキで一般的に利用されているウィキ記法は採用されず、すべてのページコンテンツは XML 形式で保存されている。実際にページ編集を行う際にはワープロ感覚のエディタが利用できるため、ユーザーは データ形式を気にすることなくページ編集を行うことができる。また YouTube をはじめとするメディアコンテンツの埋め込みのための GUI やセキュリティ面においてはユーザー認証及びページごとのアクセス権設定などの機能が提供されている。ユーザー認証機能はウィキ内部で作成したユーザーごとの認証以外にロードアップ等の外部認証システムとの連携も可能となっている。 ページのアクセス設定は、ページごと、またはページの階層ごとの権限設定が可能となっている。マインドチュッチデキでは、d e a c ス s c r i p t というスクリプト言語の利用をサポートしている。d e a c ス s c r i p t はインタプリタ型のプログラミング言語であり、ユーザー自身がウィキページ内に記述することで、ページに動的な処理を追加することができる。サンプル、編集。 DX クリプトは二重の中括弧でページ内に挿入する。次のサンプルではハローワールドという文字列を出力する。ハローワールド、動的コンテンツの挿入は DX クリプトの関数を利用する。次のサンプルは閲覧するユーザー名と現在の曜日を出力する。こんにちはユーザーネームさん。本日はデートデイネムです。 ディーキスクリプトにより、マッシュアップコンテンツを簡単に作成することができる。デキオープンソースバージョンでは、100サービス以上のマッシュアップ拡張を、エクステンションという形態で提供しており、代表的なものでは、ラパー、フリッカー、グーグルマップス、ウィンドウズライブ及び Yahoo などが利用できる。商用バージョンでは、シュガークム、セールスフォース、リンクティン、マスコール、 マイクロソフト SQL サーバーよびマイクロソフトアクセスが利用できる。デキでは一つのサイト環境内で複数の言語を取り扱うことができる。言語の設定はユーザーごとサイトごとセクションごとまたはページごとに設定でき、選択言語に応じてメニュー名などのインターフェースの表示を設定することができる。また検索機能においても全言語を検索対象とし、 検索したユーザーのデフォルト言語に応じて順位付けし、検索結果を返す。バージョン8.05のリリース以降、マルチ言語対応している。デキのパッケージは、各種プラットフォーム向けに提供されており、Ubuntu、d e b i a n RedHat Enterprise Linux、Fedora、c e n t o s 及び s u s e にインストールできるオープンソースと商用のライセンスがある。すべてのリリースはソースフォージおよび、 SVN リポジトリ上で公開されている。商用バージョンでは Windows インストーラのパッケージも提供している。また、一般的な配布形態として VMWare の仮想マシンも提供している。MindTouch では無料で利用できる Wiki ホスティングサービス m i n d t o u c h きエクスプレスを提供している。w i k i s ではストレージに AmazonEC を利用している。 ベリタスコンサルティング株式会社とスティーベリー株式会社が共同で、Firefox 開発者のためのモジラデベロッパーセンターでは適にて運用されている。導入に際して2万5000ページがミディウィッキーよりコンバートされた。ありがとうございます。